日本人、大谷はベーブ・ルースを超えた。はい、ベーブの成績調べるか。ほんまか、これがちか。マジやで。間違いない、ほとんど二刀流じゃないんよな。二刀流としてのベーブ・ルースを超えたな。打点の時代にこれだもんな。エグすぎる。レベルクソ低い時代だろどうせ。じゃあ未来から見れば大谷も低レベルな時代だからできたお遊びということになるが、打者としての実績まだまだ全然追いつけてない。投手としての実績、このまま数年チームのエースとして君臨できれば並べる。 2A としての実績、大谷がある。これが現実だな。ベーブ・ルースは投手としても野手としてもタイトル取ってるのが見栄えとしてでかいな。打者完全移行前の 2A 期にホームラン王取ってるのもすごい。打者としては本塁打数と打率で負けるだろうけど、盗塁を武器にもっと暴れたら普通にインパクトで並ぶ気がする。この時代に今の大谷が言ったら200本打てる。きっと打てる。なんだかんだつやろあの大谷様やぞ。投手としても打者としても地味にキャリアハイ完敗してるよな。現代選手のここ点線には当時のクリームパンみたいな形のクソブラウとかデコボコボール、雑な作りのバットを考慮しなきゃあかんから一概に言えんやろ。昔のグローブマジでクソすぎる。あんなのも燃える気がしないわ。11本でも本塁打王の環境で60本打つやべえやつ。ベーブ・ルースなんて当時の飛ばないバットで投手成績稼いで狭い球場で打撃成績稼いでるだけだしな。つまり飛ばないバットであの打撃成績残して狭い球場であの投手成績だったんやな。DH ありの選手と DH なんてなかった時代のガチレジェンドを比べないでほしいわ。確かに比べるのはナンセンスな気がするわ。ホームラン29本でも OPS1.1 以上あったんかよ。それはすごいな。アメリカじゃ大谷はあくまでベーブ・ルース以来の二刀流で、記録は全てルースの方が改めてすごいと思わせるだけだからな。確かに他球団指揮官や選手もファンも大谷はすごいと言ってるが、日本はそこで報道は止まってるが、でも成績を比べると改めてベーブ・ルースの偉大さが分かったってのが本音で、そこは報じられてないからな。この成績をあと10年続けたらルース超えるやろ。ルース見れなかったのは残念やが、この時代に生きて大谷の活躍を生で見れてるの控えめに言って最高すぎるやろ。まだまだ暴れてもらって真の世界一の選手になってほしいな。